寺田本家24代目当主寺田勝です。寺田本家は千葉県神崎町で340年続く酒蔵になります。神崎神社の鎮守の森から水脈がつながって、寺田本家の敷地内にある井戸もコンコンと湧き続けてくれて、その水を大事に使ってお酒造りの原料とさせていただいております。原料のお米は農薬や化学肥料を使わずに地元の農家さんに作っていただいた山梨式などの品種を使っております。戦後寺田本家も工業的なお酒造りを目指して大量生産へと進んでいた時期もありましたが、人の役に立つお酒を作りたいということで1985年頃から伝統的なお酒造りへと回帰してまいりました。まずは原料を見直し、添加物を使わず、機械もできるだけ使わないで手作業で、お米に触れながら作っていこうというふうに切り替えていきました。寺田本家のお酒造りの特徴は全て蔵付きの菌で作っているということです。よそで培養された菌を使わずに、蔵に住んでいるさまざまな菌の力を使って自然発酵でお酒を作っております。そのいろいろな菌が元気に活躍してくれるように蔵の中には、炭をたくさん使っております。伝統的なお酒造りに回帰すると同時に、何世紀も前から伝わる酒造り歌を歌いながらお酒造りをするようになりました。歌を歌うことで微生物と蔵人がリズムを合わせながら共同作業で共に発酵していこうというお酒造りを取り組んでいます。米、水、微生物というシンプルな作り方だからこそ、多様な微生物が働いて複雑な味わいを作り出してくれます。豊かな酸味は、口の中の後味を切っていろんな料理にも合わせやすくなります。それはまさに土地の力、風土の力が、お酒の味となって現れてるんじゃないかなと思います。昔からの食材や環境を守っていこうっていうパタゴニアプロビジョンズの価値観にとても共感しています。寺田本家のお酒を召し上がっていただくことで、地域の農家さんも喜んでくれて、微生物たちが関わり合って混ざり合って発酵していくみたいに、この地域の中でも農家さんと自分たちと、そしてまたいろんな人たちが混ざり合って活性化していけば、この地域がより発酵してワクワクしていくような場所になるんじゃないかなと思います。